バウシーです。今日はアトモスフィア、まあ、カナダのアウトドアショップですね。ちょっと最近ハイキングのカバンちっちゃくなってきたなっていう感じなんで、新しいの買えたらなっていうのと、あのハイキングシューズをハイカットにしたいなっていうのがあるんで、やってきました。入っていきましょう。はい、レッツゴー。こうね、アトモスフィアってね、量販店だね。うん、日本で言ったら何だろう、スポタカみたいな。あのメーカーによって違うから、足の方がメーカーで選んでるよ俺は。あ、なるほどね。うん、僕前の日よく分かれへんメーカーやから。でもそうなの、悪いのじゃないらしいけど。あ、そうなの。なんていうブランドだったの。何だったっけな、それくらい覚えてない。そっか、その自分に合ったメーカーを選ぶところから始めるのを俺はおすすめしてるかな。僕人生で2個目なんですよ、まだこれ買うとしたら。そうだよな。まずあの登山でポイントはそこだよね。やっぱビブラムが最高じゃない。このビブラムのマーク、これ。あ、これ？うん。ないもんな。昔あれだからね、これ登山靴もさ、ビブラム靴って呼んでたからね。昭和初期の人は。そうなんや。その時代があるやつ。あとポイントとしては、ゴアで靴使ってるからね。そう、やっぱゴアがいいんすよね。うん、あとはさ、ゴリゴリしてるからこういうソールがいいんですよ。だビブラムがいいよ。ビブラム全部それだから。これがビブラム。違う、ビブラムってメーカーの名前。ああ、なるほど。このメーカーこれ見たことあるでしょ。これ、いや俺ほんま分かれへんそれ。俺のスノーボードブーツの、うん、もうそこビブラムだよ俺。そうなんすか。うん、だからバックカントリーやるから、うん、ビブラム選んだの、わざわざ。いや、これなんかかっこいいしな。うん、俺の話聞いてなかったでしょ。ビブラムでもなければゴアテックスでもね。結局形かよ。ゴアテックス。ゴアテックスだった。まあ履いてみてだよ。だからあのいろんなメーカーを履き比べるのがいいと思う。俺だってラスポルティバしか買わないもん。あんまく出してくださいよ。なんでだよ。高いもん。高いもんってお前のお父さんじゃねえんだよ俺は。半額でいいんだよ、半額で。でもね、俺これ量販店来るより専門店行った方がちゃんとしたのあるよ。例えばバンフだとモノドスポーツ。あー、なんだろう、こっちはさ、要するになんだろう、もっと量販店なんだよ。じゃあ次はカバン。ちなみにバックパックも同じだけどね。量販店のがいいのある。これが40か。そう、40ぐらいが一番いいと思うよ。ポイントはね、やっぱあの上のカパがあるかないか。そう、あれでかいよ。これね。そうそう、その上のカパがあるか。これかっこいいやん、色。うん。グレゴリー高いよ。200ドル。グレゴリーあのあれだからね、バックパック界のロールスロイスって呼ばれてる。へー。カナダブランドで一番有名なバックパックって言ったら、多分アークテリックスってやつだ。やっぱね、ざっと見た感じね、所詮量販、所詮って言ったら怒られるけど、うん、量販店な気がする。あれか。うん。ちょっと専門の方行きましょうか。一回行ってみましょう。さあ、ね、専門店ですね。今度は山の、これなんかね、置いてあるものが違いますよ、やっぱり。あ、ブランドも高級山ブランドオンパレードじゃない。これ2階からが勝負なんですよ。うん、で靴は多分こっちがトレランとかそんな感じのやつで、トレイルランニングとか あとデイハイキングの靴で、はい、でこっちがガチの、ちょっとガチになってくんで、こっちに行くと。さっきのやつか。あ、さっきのやつだね。サラモン？いや、でも違う。あ、だそこが一緒なビブラムだから。うんうん、あ、なるほど。うん。同じそこを採用してる。すごいな、俺バックパックとこれ買ったら400ドルぐらい入れてるけど。俺が一番好きなのこれ、このブランド。これ。これが、これは氷河の上まで行ける。すごいな。うん、であのクランポン作るね、後ろにクランポンってあのアイゼン。ああ、そういう風に設計されたやつ。これこのメーカーが俺、このメーカーしか買わない俺は。これかっこいいな。これがスカルパじゃん。ほら、これ俺の友達が足が血だらけになったという。でもこれが悪いわけじゃないよ。合う人もいるし合わない人もいるから。もうかっこいいな。でもこの辺は大体500ドルぐらいですね、全部。どっちかって感じかな、俺の中では。その2つのデザイン的には、デザイン的にはこっちかな、うん、でも俺ゴアテックやし。じゃあ履いてみようかな。うん、履いてみ。狭くて、うん、これまあ割といいけど、この高さが狭かった、うん、ほうほうほう。これ全部ぴったり。あ、ほんと、いいんじゃない。じゃあサロモン足なんだ、いいんじゃない。
そうです、ハイカットのやつってさ、あれなんだよ、ちょっとなんだろう、先っちょ余らした方が、あの雪とかに足突っ込んだ時に、つま先が当たると結構痛いから、ちょっと余らす、ちょっと余らす人も多いで、ハイカットだとこのここのところね、ここここはツルツル滑ってよく動くようにできてるの、でも上の方ここはね、こう 力が入るとキュッと止まんのよ。だからここだけ、ここだけギュッ、ここだけギュッ締めて、ここはゆるゆるにするっていうこともできるようになってるのが多い。ケンジ君はもう全然ダメ、もうここが当たっちゃって、これ話になんないよこれ。同じ日本人でもこうもやっぱ違うんですね、足って。だいぶ違うね。やっぱいろんなメーカー履いて、でも履いたら、あ、これやっていうのは感じれる。あ、それこれ、うん、結構ね気に入ってて、お買い上げしちゃおうかなって思ってますね。おー、いくら？270。結構すんねー2万5000ぐらいですかね。おー、なんていうブランドそれ、見たことない俺。S から始まる、これでしょ、これ。サリーはサリー、それはええやつやわ。ほんとか、日本語じゃねえかよ。それはええやつやわ。バカじゃねえの下手。こっちっすね、こっち、うん、やっぱり俺ハイカット来てないらしい。 OK。 あと、あえて雪道を選んでいくことはないから、うん、まあ、まあこれでいいかと。そうだね、くるぶし守られてるし一応、うん、ロッキー今多いから、俺今のくるぶしないんですよ。石飛んできた時超痛いんですよ。なるほど、翔太のスタイルだと俺それでいい気がするよ俺。そう、あと軽いでしょそれの。軽い、うん、あと気持ちこっちの方がフィット。なんだかで長い距離ね歩くと軽い方が楽だよね、総合で。デイパックがこっちっつったよね。そう、デイパックなんかダボつってた。ああ、デイパックつってもね、これカジュアルすぎだねこれは。うまいな。うん、こっちじゃないね。もうデイパックっていうかデイトリップですよこれは。これはあの学校に行くやつよね行けちゃうもんね完全それ、うん、大学生が使う、学校行くのに使うやつだこれじゃね。でもあっちダボって言ってたから、うん、あそこのあっちの階段ですかね。はい、あっち行きましょう。こっちの方がやっぱほら、これなんかスキーつけるやつでしょこれ。ヘリスキーとかに、防水やし、ちゃんとヘリスキーとかに使うやつだね。そう、最近完全防水もないよね。それも好きだね。オルタボックスってあのビーコンの会社だよ。おお、うん、これ結構いいっすよ。うん、40リッター、そのサイズがいいと思うな俺ね。うん、ちょうどいいな、いろいろ200ドル。うん、いいよ。それはあれじゃないかな、これ何のためについてるか知らないやつ多いと思うんだけど、ここにあのあれを通すんだ、あのアイスアクセスな、ピッケルか、ピッケルやって、こうやってて、ここで止める。へえ、巻くんすね。巻くん、うん、これがいいんじゃない、これ、これ、これ買えない、これ、ないでしょ、これは。これ、これあれだよ、あの、雪崩の時に紐引くとバーンってあのバルーンが出るやつ。まあマジで、これじゃないけど。そうだよ。そうなんだ。めっちゃ高いでしょ。ちっちゃくて。700ドルだけど。高いでしょ。めちゃくちゃ高いでしょ。ほんまやほんまや。書いてあるわ。バックパックもね、靴と一緒で、うん、人間のあれ体に合わせてね、何が違うかっていうとね。この腰のベルトとここまでの距離、うん、これがね人によってまた全然違うのよ。そうなんや。俺アークテリックス合わないよね、うん、これはさ、ここが動くようになってるね。これね動かないじゃん、ここが。確かに確かに動かないから、背負ってみてこことここ、はいはい、が合うか合わないか確かめた方がいいです。確かめた方がいいで、本格的な店行くとどの店でもこの中に3キロが重り入れて、重り入れないとどこに負荷かかるか分かんないじゃん、うんうんうん、だから必ず重り入れて、それでここがちゃんと合ってるか、はい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 、確かめてから買った方がいいと思う。人間によって、例えばうちの奥さんは、はい、アークテリックスがぴったりなの。これアクセスどのサイズも合わなかった。そうなんですね。そういうのもあるんですね、俺知らんかったわ。気をつけて買った方がいい。だから、うん、いろんなメーカーがあるところに行った方がいいと思う。なるほどな。少ないから。はあ。ちゃんと重りあったね。折れましたね、やっぱ置いてあるんですね、ちゃんと。でもちゃんとした店じゃないと置いてないことが多いよ、重り。ああ。知らんかったもん、そんなこと。知らなかったでしょ。頭も下ろしたし、うん、
やっぱほらキャップ上に被るから。はい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 。まあそれやめればいいだけなんですけど。重い。でもそれないと分かんないでしょ、肩にどんな風に負荷がかかるか。でしょ、それ試さないと分かんないでしょ。ちょっと痛いわ、この肩甲骨じゃない。それだからストラップいろいろ調整してみないと。かなり締めたからさっき。これここに指かけるの。これそう。それで締めて、普通はあれだけどね、一番最初にこれ外しといて、一番最初にこれやって、こっちじゃないかな。で、肩ストラップの長さとその腰ストラップの長さのバランスがどうしても合わねえやつが出てくるんだよね。そうなんだね。あるんだよ。でそれメーカーによって微妙に違うから、その距離が。そう、靴と一緒でいろんなのつけないと分かんない。なるほどな。でそれで一回決まるとそのメーカーのしか買わなくなるっていう。スノーボードと一緒だよ。確かに、うん、あ、これハマったと思ったらもう買えへんしね。他のブーツとか行くの嫌じゃん、もう。いや、バインとか、まあ入るけど、ここなんかめっちゃ空いてるけど、これどうなんですか。分かる。でも違和感ないじゃないけど、締め切りなんかな。ここやったらだってそこじゃないよね。俺結構ギュッと締めもそう、いつも。どうすか先生。いやでもいい感じ。いってらっしゃい。あー、いい。いや俺いいと思う。でもスノーボード使わないけどいいの、本当に。スノーボード使わないけどいいの。使わないと思う、俺と。どうやってもそれ。スノーボードだってほら、テニシャル使うの。確かにそれはあるわ。俺のあれまだ俺の持ってたっけ。持ってんだ。漫画残ってる漫画。どうも一個足んねえなと思ったら、お前持ってたんだまだ。じゃあこれもマジ買うの。買いかな。もう一生懸命説明したのに最終的に見た目だろお前全部。まあそうっすね、やっぱ見た目は一番大事ですから。いろんな重さがあるのね。ね、7キロ今のが5キロ、うん、いやー、買ったね。ちょっと今月からセーブしようと思ったのに、早速買ってもた。あれね、460ドルも。わー、俺だったらその金で S&P の ETF 買うわ。最近は5000ドル分買いましたから。おー、すげえ。まあ、今月ちょっとチップ良かったんでね。はい、おめでとう。